はい、じゃあ最後ね、ジェイシュ君と白山行ってみようか。よし、天井に閉まりませんか、破壊されてますから。袖なしかね。はい、ちょっと小ぶりやけどね、天井石がありません。よし、次行こうか。回って、ここもあったんだろうな。もう崩れとるけどね、あったんですよ。ほら、ここもね、天井しないけど、ここもあったんだろうか。これは分からんな。これは何だろう。大きな石がゴロゴロしてるけどね、ここもそうやろね。これどうも天井石が落ちましたか、これね。こういう感じだったよね。もう崩壊してます。ここも埋まってますね。あの下まであるんやろ。下からね、天井石が落ちましたかね。残念でございますか。これ古墳の上ね、橋がかかってるんだけど、見当たら、見られんかね。ほら、古墳が硬そうでや。結構大きいんですけどね、ここまでやろ。ね、石図7、8メーターなんだけどね、高さが2メーター以上あるよね。大きいに使ってくれてるんだけど、おお、看板初めて見たぞ。看板、これ J785分、過去岩石石図の石灰は今残っていませんが、遺骨が安置され、死後の世界のため石碑や弾きの灰やなんて可能なの。可能、可能ってなんだ。亀ね、亀だぞ。食器や煮炊き具が複製されていました。多くの石碑には数体の遺骸が順次埋葬されました。したがって後から祀る時に先に祀された遺骨を見ることができました。国づくりの神に捧げが最悪の砂ひっくり得たことでしょう。おお、なるほど、そういうことですか。大きいね、これも。この、あの、何回も撮ったんだけど、全然こんな見てへんねんな。こんな大きくなったのかいね。知らんがね。いやいや、恐れ入りました。見てへんないんだわ。これも天井石残っとるやね、これ。全部天井石なんか残ってないっていうようなこと言ってたらね、嘘でした。残ってました。大きいですよ、これね。高さが2メーター以上あるし。片袖で、これは石図が10メーター近くあるかもしれんな。ちょっと入られんか。入られませんか。これはどっちがどっちだ。わからんな。やっぱりこっちか。こっちが南やな。ここやな。天井石が2個、ちょっとね、わからんでもないか。こっちがね、こっちが奥よ。はい、もうちょっと崩れてるね。ああ、大変。これ持ってくるだけでも。大変でございます。ちゃんと見たいね。何回も来とんのに、ぼーっと歩いてんだわ。ほんまにぼーっと歩いてますわ、いつもね。こんな降りたかね。こうね、南に開口ですか、こっちですけどね。ああ、崩れてますか。残念でございますが、もうこれも崩れてますか。
くぐれてるし、登ってないね。ここにね、人が歩いてるということはね、おそらく石碑があるんだわ。あ、ここもあるんだわ。もうね、なくなってんだよ。マウンド見当たらんかね、見当たらんね。この辺はもう全部ね、崩壊しましたか。残念でございますね、崩壊しました。ほら、これはすごいぞ。こんな階段あったんかね。これ記憶ないぞ、こんな階段。どこまで行くんだろう。よいしょ。はいはい、ここにある。もうここも全部ね、天井石は外れてるんだね。ね、せっかくなのにね。はい、破壊されましたか。ああ、まだ階段あんの。大変。あ、博物館だ。目の前に。はい、ありがとうございました。J 主文でございました。